はい、今回はですね、トンボ鉛筆の佐藤の、まあ、非常識なメールおよびですね、まあ、その後の現在についてちょっとお話ししていきたいと思いますので、まあ、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。リスナー様、このトンボ鉛筆の佐藤の、まあ、あのメールとか、まあ、そういった内容って聞いたことありますかね。これ結構まあちょっとだいぶもう前なんですけど、数年前なんですけど、今もなお語られる内容なんですよ。で、まあ、一体どういうようなことなのかなっていうのを、まあ、ざっくりまずお話しさせていただきますと、まあ、地震ね、東北の大きな地震があった時に、この就職の担当していた人物、これがその、佐藤義弘っていう、まあ、トンボ鉛筆の、まあ、人事を担当していた人間が、まあ、出したメールが、まあ、非常識すぎるっていうことで大きく炎上したんですよ。で、まあ、そこら辺の内容と、まあ、その後どうなったのかっていうようなことについて、今回はお話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、言い方っていうのが、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、トンボ鉛筆の、佐藤義弘が出したね、まあ、メールが炎上した、まあ、件を総称して、トンボ鉛筆事件とかって言うんですよ。うん。で、さっきちょっとだけお話ししましたけど、トンボ鉛筆の、まあ、人事のね、この佐藤義弘っていう、まあ、人物が、東日本大震災の際にね、トンボ鉛筆に対して就職活動をしようとしてた学生に出したメールの内容がまあまあひどすぎるっていう、そういう内容なんですね。その内容についてお話ししていきますが、あとですね、まあ、この、トンボ鉛筆の佐藤の件と、まあまあ、そこまで目立たないんですけど、同じくトンボの人事に、まあ、黒川さやかっていう、まあ、女がいたっていうことなんですけど、この女もひどいメールを出していたっていうことが言われてるんですよね。うん。まあ、一体まあ、どういうようなことかっていうと、まあ、今からまあ9年ぐらいもう前になりますけど、2011年の3月11日に起こった、まあ、東日本大震災の、マットにね、まあ、このトンボ鉛筆事件っていうのがまあ起こったんですよ。この2011年っていうのは、まあ、就職氷河期時代っていうことが言われていて、まあ、なかなか就職がまあ決まらなかったんですけど、まあ、トンボ鉛筆はね、まあ、学生が応募したら、まあ、そういうこともあってすぐその枠が埋まったんですよね。で、この、トンボ鉛筆のまあ人事を担当していた、採用を担当していたのはこの佐藤義弘っていう男ね。で、この男が、まあ、この地震があったにもかかる東日本大震災の直後に、まあ、わけのわかんないメールを出して、それが大きく炎上したっていうような内容なんですけど、まあ、そのね、ちょっと意味不明なメールについて、お話ししていきます。まずね、こんなような内容を出してるんですよ。トンボ鉛筆の佐藤です。地震ですが、怪我はないですかっていう内容ね。ま、わけがわからないですよね。この当時の東日本大震災っていうのは、もうめちゃめちゃ、被害を被ってたんで、多くの人がね、東北地方もそうですし、まあ、いろんなそれ以外のところもそうなんですよ。で、このなんか、パッと見た感じね、このトンボ鉛筆の佐藤です。地震大丈夫ですか？怪我はないですか？って、一見心配してるようなメールとも取れるんですけど、この時のあの状況からこんなものメール来たって返答もできるわけもないし、まあそもそも、まあリスナー様も思うと思うんですけど、大丈夫なはずがないんですよね。うん。で、まあこの、まあ、東日本大震災のね、直後っていうのはもう、とても大変な状態だったんで、普通、連絡とか、よほどの用事がないと、まあ、しないよなっていう、急な用とか、どうしてもっていうような、じゃないと、しないよなっていうところに、こういう非常識なメールを出したんですよ。なんかわからないけどね。で、さらにその後にまた、もう一通出したんですよ。そのメールが、まあ、また炎上っていうか、そういう、ことになってる。その内容についてお話していきますね。こんにちは、トンボ鉛筆の佐藤です。改めて地震の方は大丈夫でしたか？というメールがまあ炎上したっていうね。うん、文頭のまず、まあ、リスナー様も思いますけど、こんにちはっていうのがおかしいですね。普通僕もそんなわかんないですけど、そんないい会社に行ったことがないから、普通なんかビジネスマンとか、そういう人事の人と学生って、こんにちはとか多分言わないですよね。うん。もうちょっとなんか普通の入りとかないのかなとかって思うんですけど、で、またこれ、ね、改めて地震の方は大丈夫ですよね。大丈夫なわけがないんですよね。うん。で、こんなメールが来たところで、もう地震とか震災でそれどころではないから、もう、わけわかんないなとかって思うんですけど、このね、メールの中に、すごいことを、書いたんですよ。この、佐藤義弘って。その内容についてね、まあ、ちょっと紹介いたしますね。
こういうようなこと書いてあるんですよ。非常に厳しい条件を付けさせていただきます。その条件とは1点だけです。書類選考を希望される方は添付された専用の履歴書とエントリーシートをご確認いただいて3月15日火曜日の消印まで有効2枚セットにして下記までご郵送ください。直前に説明会へ予約ができた場合、ひとまず書類持参で お持ちください。会場で一通りの説明指示をいたします。その指示が難しい場合、点点点、その先は言う必要ないですよね。自分で考えてみてください。このね、この今お話しした、まあ最初のちょっとあれはあるんですけど、この、メールの文章のその先は言う必要ないですよね。これでね、もろ炎上したんですよ。あと、まずそもそもこれもうわけわかんないなとかって思うんですけど、東日本大震災中で、まあもうどうにもならないような状況下にあったにもかかわらず、これ、2日しかないんですよね。3月13日から3月15日って2日しかないので、こんな大震災の中で、就職を目指されてる学生ってできるわけがないんじゃないかって。で、僕も、まあ言い方悪いです。こいつはとかって思いますけど、その先は言う必要ないですよねって、一体何を言ってるのかって話ですよね。うん。まあ、来たくたって、こういう状況だから来れない人は、ね、就職説明会も来れないし、まあ、っていうことなんだけど、このトンボの佐藤っていうのはね、トンボ鉛筆佐藤が、まあ、万が一間に合わなかったりしたら、まあ、入れない、会社には入れないですよ、みたいなことを言ってるんですけど、人として、これ終わってますよね。このトンボ鉛筆の佐藤って人として終わってると思います。なんか、就職をね、別にみんな頑張ってやってるわけですよ。ただ、その震災っていう中で、ものすごく厳しい、状況にあるにもかかわらず、こう、なんていうのかな、この佐藤義弘っていうこいつ、なんかちょっと学生に対して煽りを入れてますよね。うん。で、この、当然ですけど、トンボ鉛筆の佐藤が、煽ったメールでね、これでもう学生がもう、トンボ鉛筆の選考も受けないっていうことも言ったりとか、トンボ鉛筆の商品も使わない。トンボ鉛筆の商品も買わないとか、そういうような人も出たっていうことなんですよ。まあ、こんなにメール出す人間の会社に行きたくないですよね。僕も行きたくないですよ。もし、入れるってのも、だって言い方悪いですけど、人間腐ってんじゃないかなとか思いますからね。うん。で、この、まあ、佐藤義弘の、まあ、このメールっていうのはね、まあ、おそらくですけど、まあ、悪意的ですよね。で、これっていうのは、まあ、リスナー様も思ってるでしょうけど、まあ、インターネットでみんな多くの人がそれを思うんですよ。こいつなんか、悪意的だなって、震災で困ってる。だから、大きく炎上したんですよね。うん。まあ、こんなのしたら普通に考えて炎上するよなって思うんですけど、その炎上したその先っていうのがあってね、先っていうか、炎上してから、ずっと炎上してたわけじゃないんですよ。これ、他の人がね、まあ、トンボ鉛筆の別の人が、うまく事態を、まあ、収束化したんで、そのことについてお話ししていきますね。うん。トンボ鉛筆の、まあ、長尾浩二がね、有能な判断をして、この佐藤義弘の炎上を即消したっていうことです。トンボ鉛筆のゼネラルマネージャーでね、長尾浩二っていう人物がいますけど、この人物が出した謝罪文で、一気にこれ収束したんですよね。うん。で、その出した、謝罪文、これも注目されてるんでお話しいたします。平成23年3月13日付で、弊社人事グループ担当社員より発信しました。弊社採用活動に関する文書の中に、不適切かく配慮に欠く表現が多々ありましたことを深くお詫びいたします。東日本大震災発生の2日後に、地域への配慮を欠いた形での書類選考用紙等をメールし、締め切りを15日決心有効としたことは言語道断であります。また随所に平等格表現もありました。さらに弊社担当者の立場上の、おごり高ぶりが現れた言葉遣いが随所にあり、重ね重ねお詫び申し上げます。これ、ちょっとね、まあ、難しいというか、まあ、ややこしい部分もあるんですけど、この、まあ、長尾浩二っていうのは何を言ったかっていうと、この謝罪文の中で、まあ、トンボの佐藤ね、佐藤義弘のおごり高ぶりが言語道断っていうことを言ってるんですよ。このトンボ佐藤のおごり高ぶりは言語道断っていう。うん。で、やっぱりここら辺がね、火消しがやっぱうまいなって、有能って言われてるだけあるなっていうのを思いますし、この、おごり高ぶりはやっぱ言語道断という表現はね、やっぱりこの、まあ、
長尾浩二っていう人の言い方がやっぱうまいよなっていうのを、まあ僕は思いますよね。で、まあ、この何ですかね、メールの文の中で、長尾浩二が佐藤義弘を厳しく指導したっていうことが言われてるんで、そこら辺に関しても気になる、まあ、人がいらっしゃると思うんで、まあ、僕もちょっとそこら辺は気になるんで、まあ、ちょっと、ここからお話していきます。長尾浩二が、まあ、佐藤義弘を厳しく指導したということなんですけれども、トンボ鉛筆佐藤のその後の処分はどうなったのかっていうこと。佐藤義弘っていうのはこれだいぶわけわかんないことをやらかしてるわけですよ。で、指導されてるって一体どうなってるのかっていうようなことなんですけれども、いろいろ調べてはいるんですけど、まあ、はっきりとしたことっていうのが、まあ、わからないようなところもあるんですよ。そして最後に、まあ、この着地点というか、ここに行くわけですよね。まあ、そのようなことをして、まあ、やらかした、まあ、トンボ鉛筆で、まあ、採用担当、人事担当していた佐藤義弘は今現在どうしているのか、クビになったっていう話があったりとかね、あるいはトンボ鉛筆っていう会社で出世したとかっていう、まあそういう噂が出てるんですけど、おそらくこれはクビにはなっていないんですよね。インターネット上でクビになったとかっていう話があるんですけど、これってのは多分クビになってない。まあ僕もそうですけど、多くの人がこういう人間はクビになってほしいという多分願いがあるから、例えば検索の窓にクビとかって入れたのかもしれないですけど、おそらく多分この佐藤義弘ってまだトンボ鉛筆って会社にいる可能性が高いですよね。で、しかもね、もし会社にいたのであれば、この佐藤義弘っていうのはもうだいぶ時間が経ってるんで、10年近く経ってるんで、まあ出世したっていうことも考えられますよね。ただもちろんこれっていうのは真相がわからないんで、まあ、はっきりどうしたのかっていうことはわからない。ただですね、まあ、今回の、まあ、このコンテンツでも思いましたけど、この佐藤義弘っていうのは、やっぱり会社に相当なこれダメージを与えてますよね。これ今もインターネットでまだこの検索する人が多いんですよ。このトンボ鉛筆の佐藤の、まあ、様子にやらかしたことって、メールとかね、まあ、事件とかっていうことで、やっぱ、なんて言っても、まあ、僕がね、一番まあ許せないっていうか、こういうね、人間はダメだなって、まあ、仮にいい会社に行っていようが、まあ、わかんない。お金持ちであろうが、こういう人間はダメだなとかと思いますけど、震災で困ってるんですから、学生がね、就職活動を真面目に頑張ろうって思ってる学生が、震災で大変な思いして、精神的にね、苦戦してるところに、こういう、まあ、メール文出すとかって、ちょっと人間として終わってるよなとかって、本当思いますよね。だから僕はこのトンボ鉛筆の佐藤っていうのはね、自分がこういう行ったことの、まあ、因果応報を食らえばいいと思ってます。だから会社でね、出世するとかっていうのももちろん良くないだろうし、こういう人間が、まあ、反省してって、反省などしないからね、普通に考えて、まあ、僕もリスナーさんもそう思いますけど、相手が震災の時だったら、そんなね、こんなこと普通言わないじゃないですか。反省するとか、そういうまた問題でもないんですよね。まあ、今回ちょっと思ったんですけど、思ったっていうか、まあ、お伝えしたい、思ったことは、ね、まあ、こういう、まあ、非常識なことやったら、トンボ鉛筆の佐藤ね、まあ、現在どうしてるかっていうのは、はっきりとは分からないんですけど、こう非常識なメールの数々をしてるんで、まあね、まあ、因果応報を食らうといいなっていうことを、本当僕は思ってます。ということで、このリスナー様、もしかしたらっていうか、このトンボ鉛筆の、まあ、佐藤とか、まあ、こういった話、関心を持たれるかなとかっていうのをちょっと思ったんで、まあ、僕も前からこれは思ったんですけど、なかなかちょっと話が難しいのと、どういうふうに話せばいいのかなと悩んでいたんですけど、まあ、ちょっと今回頑張ってお話ししてみましたということで、今回の音声ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。